皆さんこんにちは、パクセレンです。ここは JR 東海東海道本線の沖津駅。今回はですね、この沖津から静岡に向かいます。この静岡地区の東海道線はほぼ全ての列車がロングシートで運転されているので、鉄道マニアからはロングシート地獄なんていう風にね呼ばれているわけなんですけれども、なんとですね、昨日からなんとこの静岡地区に新しい車両が入ってきまして、今回は運よくこの沖津からその列車に乗ることができましたので、今回はそれを皆さんにご紹介していきたいと思います。さあ、3両編成で東駅止まりの電車が到着です。この電車が折り返し普通浜松駅となります。東海道線のこの静岡地区っていうのはね、だいたい3両編成から6両編成ぐらいの電車が多いですかね。まあ、中井と8両とかもありますけど。さあ、あの3つ目のライトは313系なんですが、あれ?この辺りで走っている313系とは明らかに雰囲気が異なります。なんかね、オレンジ色とそれからシルバーメタリックで、明らかに普通の313系とは様子が違うこの車両。この車両は以前うちのチャンネルでも一度だけご紹介しました。中央西線を名古屋から水波まで走っているホームライナー水波号。それで登場しました313系の8000番台です。この313系8000番台はもともと中央西線の快速セントラルライナー用として登場したものなんですが、この313系8000番台が走っていた中央西線は、この間デビューしました315系で今度普通列車用の車両が統一されることになっています。そのため、この313系8000番台もしっかり中央西線からこの静岡に転属し、そして昨日からね、ちょうどこの静岡地区の普通列車として活躍するようになったわけです。すごいですよね。ロングシート地獄とかなんとか言われていたような静岡地区にこのような転換クロスシートの車両がやってきたわけですよ。もうこれは大変革ですよね。この側面の幕もしっかりね、この辺り静岡地区のこの行き先に対応しております。普通浜松、これ多分普通熱海とかも入ってるんじゃないですか。それから車両の下のところにはこれしずしずと書いてありますけども、これはこの車両が JR 東海静岡支社の静岡車両区に所属していますよということを示す記号です。だから他にもね、あの改新とかそれから改革とかまあいろいろあるんですけど、この車両は静岡に転属してきたということになるわけです。つまりね、いや車内もこんな感じで転換クロスシート、すごいね。ちょっとこれがね、静岡県内の光景だとはちょっと思い難いですよ。このように、まあ超簡素ではありますが、しかし客室とデッキを区切るこのような仕切りもあって、まあ、さすが、もともと有料快速用として製造されただけのことはあります。これ本当にすごいですからね。なかなかね、あの、鉄道マニアでもこういう場面に立ち会うということはないと思います。それから車端部にはこのように、半個室、4人用のボックスシートと、それから、大きなテーブルを備えた半個室というのがありまして、これはね、373系、あの特急富士川とか、それからホームライナー沼津とかね、そういったので使っている車両と、まあ、基本的にこの辺りのスペックは同じなんですが、もともとこの車両中央線で走ってたんですよ。まあ、中央線で走ってた頃からね、この車両すごい豪華な普通列車だということで、中央西線ユーザーには認知されていたんですが、今度それがこうやって静岡に来てるわけですからね、すごいよなと。こんな感じで転換クロスシート、しかもワインレッドのちょっとね、豪華な座席、でしかもカーテンについてもこれも上から下ろしてくるタイプのものではなく横引きカーテンですからね、こういうタイプの座席っていうのは313系のグループの中ではこの8000番台だけが装備しているものとなります。ですからね、あの通常名古屋地区とかそれから静岡地区で運用されている青い座席の313系、あれとは若干まあ雰囲気とか、まあ、それから格もねこちらの方が一つ上ということになります。313系は基本的に最高時速が110キロもしくは120キロとなっていますが、しかしこの8000番台は唯一130キロを出せる車両です。さあ、時刻は12時20分になりました。20分かな ?25 分かな、覚えてませんけども、時刻通り、普通列車の浜松駅は沖津の駅を出発です。この先、清水、草薙、東静岡、静岡の順に終点、浜松まで各駅に停車していきます。昔から中央西線で普通列車とか快速列車として運用されることはあったんですが、この静岡地区で一般の営業列車として運用されるっていうのは、まあ、今回が間違いなく初めてだと思いますよ。2019年に行われたラグビーワールドカップの時に、名古屋地区で活躍している313系の転換クロスシートの車両とか、それから311系とかがね、静岡地区まで入ってきたことはありましたが、まあ、しかし、そういった臨時運用以外で、このように普通のね、あの一般の普通列車として、このように転換クロスシートの車両が入ってくるというのは非常に珍しいと思います。313系はこんな感じで、この客室と、それからデッキを仕切るこの仕切りの上にね、こういう感じで、次はどことか、それからこの列車の行き先なんかを示す LED が表示されております。これ本当すごいですよね。静岡地区の東海道線なのかと本当にね、何度も疑いたくなりますけど、これは正真正銘静岡県内の光景です。静岡市内ね。っていう感じですけど、これね、昨日実はね、あのツイッターとかでいろいろ調べていたら出てきたんですが、やっぱりね、静岡地区の人っていうのはこういう転換クロスシートには慣れてないんですよ。慣れてないので、やっぱりね、このドアの周辺に固まってしまったりですとか、
あとこれは転換クローシートでして、背もたれの部分をねバタンバタンと動かして進行方向の向きに合わせるというタイプの座席なんですが、これでね、あの座席のその転換の仕方が分からなくて、進行方向逆向きにねみんな座っているみたいな、そういうこともあります。それからカーテンはこんな感じで横引き、ちょっと今雑にやっちゃいましたけど、これね普通のサイン値3系もカーテンはあるにはあるんですが、ただ通常のサイン値3系、あの青い座席のやつね、青い座席のサイン値3系っていうのは基本的に上から下ろしてくるタイプなんですよ。カーテンはこんな感じで横からねこう出してくるタイプのカーテンというのは非常に珍しいと思います。それからこの背もたれなんかもね、通常の313系の、まあ、0番台とか5000番台とかそういった他に転換クローズシートを装備している313系と比べると、カーテンがどうとか背もたれの高さがどうとか、それからこんな感じで客室とデッキの間に仕切りがあるとか、こういったあたりで通常の313系と、まあ、区別がなされているんだろうなと思います。まあ、やっぱさすがにね有料快速として最初運用されることを目的として製造された車両ですから、このあたりちゃんと通常の313系関係と区別がなされていなければダメだろうということで、こんな感じになったんだろうと思います。ただこのセントラルライナー自体は2013年に利用の低迷を理由に廃止されておりまして、それ以降はねさっきも言いましたけども、もっぱら中央再線の快速電車や普通列車として、他の313系ですとか211系、ロングシートの車両などとともに運用されていました。しかしそれがこの間3月5日に315系がデビューしたことにより中央再線を追われ、そして今回このように静岡にやってきたわけです。この今列車は静岡じゃないわ、清水ですね、清水に到着したところですけれども、お客さんもなんだこの電車という感じでこちらを見ております。やっぱり静岡の人にとってこういうボックスシートとか転換クローズシートの車両っていうのはかなり珍しいんでしょうね。一応静岡駅にも転換クローズシートの車両が来ないことはないですが、まあ、しかしなかなかね普通の人はお目にかかる機会がないですから。それから今清水を出発しているところですけれども、このね車端部の座席の窓に関してはこれは開けることができます。それからこれ今お見せすると思いますけど、こういうね大きな立派なテーブルなんかもありまして、4人でこのボックスシートに座れば、ここでまあお酒飲むぐらいだったらまあやってもどんちゃん詐欺しなければね問題ないと思いますよ。それからここでパソコンを広げて動画編集とかね、そういうのをするのもまあ悪くないかもしれません。それぐらいするんだったら別にね問題ない大きさだと思いますよ。かなり広々としているし使い勝手は悪くないと思います。まあ、ただちょっと相席になってしまうとね、ちょっとこのテーブルを一人で全部占有してしまうっていうのもまあ気が引けることだとは思いますけど、さあ今列車は巴川を渡りまして、いよいよここから先はねしばらく静岡鉄道との並走区間となります。今左側から合流してきたこれが静岡鉄道、新清水から新静岡までの間、東海道本線に並行するように走っているこの静岡県ではかなり珍しい中小施設です。ただ中小施設は行ったものの、まあ、しかしね2両編成の電車が7分間隔とか8分間隔とかそれぐらいもすごい間隔で運行されておりまして、もう静岡の大手施設と言ってもいいのではないかというぐらいに、ね、個人的にはすごい会社だと思います。マンションもやってるし、それからバス会社も持ってるし、スーパーなんかもやってますからね、なかなかね施設ってあの事業規模の割にはすごい会社だと思いますよ。車内はこんな感じで、次の停車駅は草薙ですが、清水草薙この辺から乗ってくるお客さんが多いですね。あとはやっぱりなんだかんだ静岡地区って朝晩のラッシュ時間帯かなり混雑が激しくなるんですよ。そういう時にこれが来たらちょっと問題だろうなとは思いますね。もうやっぱりね朝のラッシュ時間帯にはロングシートの 211系とか 313系とか、あのあたりの車両の輸送力がかなり発揮されるところではありますので、奥に詰めにくい構造になっているこの 313系8000番台は果たして静岡地区で本当にやっていけるのかということはちょっと個人的に心配なところではあります。まあ、基本的にはね大丈夫だと思うんですよ。日中はね、日中はそんなにお客さん乗らないから大丈夫なんですけど、ただそれでも日中でもね混むときは混みますんで、特に3両編成ともなるとね、3両ともなりますとたくさんのお客さんがこの3両編成の狭い車内に押し込まれますから、まあ、かなり大変になると思います。ちなみにこれこの網棚のところにね 2C2D とかそれから 1C1D とか書いてありますけど、これはおそらく快速セントラルライナー、それからホームライナー水波として使われているときに、そのねお客さん一人一人に対して、じゃああなた お金払ったからどこでも座っていいですよっていうことにするわけにはいかないので、ちゃんと座席指定制ですからね。座席指定制なので、こういった感じでお客さん一人一人に座席を割り振るためにこのような座席番号が付けられていたんだと思います。まあ、今はそんなんようなしませんけどね。列車はまもなく草薙に到着。この向きでね、なんかこういう LED がついてる電車が静岡で走っているのは、これはもうなんかすごい違和感がありますね。さあ列車は草薙に到着です。昨日のね3月14日の夕方頃からこの313系8000番台は静岡エリアでの運用を開始したんですが、ツイッターでねこの8000番台の反応、この8000番台が歓迎されてるかどうかっていうのをちょっとツイッターで調べてみたんですが、そんなに少なくともね僕が見た限りでは、まあ、めちゃくちゃ歓迎されている、特に地元民に歓迎されているというわけではなさそうでしたね。18切符を利用している人間からすればね、まあこの静岡なんでめったに来る土地ではないですから、別にロングシートだろうがクロスシートだろうがどうでもいいことだし、まあ、むしろクロスシートだった方が楽しいとは
思うんですけど、まあ、しかし普段利用している人間からすれば、やっぱりこのね、クロスシートもしくはボックスシートの車内というのは奥に詰めづらくて、お客さんがドア付近に滞留して遅延の原因になるし、それからね、このドア付近がかなり混雑してしまいますので、まあ、あまり歓迎される車両ではないのかなというふうに思いますね。静岡ってなんだかんだね、人口多いんですよ。70万近くいますんで、やっぱり静岡市に通勤通学する人っていうのがかなり多いんですね。なので、こんな感じでね、この313系8000番台はドア付近のこの部分にしか吊り革がないんですよ。車内の客室の部分にはこれ一切吊り革がないんですよね。こうやって見ていただくとわかると思いますけど、だからね、この中の方に立っている人っていうのは、この座席の持ち手の部分、この転換クロスシートの背もたれの部分をバタンバタン動かすときに使うこの黒い持ち手ありますけど、ここに捕まるしかないんですよ。で、しかもこの数もそんなに多くないので、だからドアとドアの間に全部で10個しかないわけじゃないですか。これはさすがにちょっと混雑の激しい、特に朝と夕方の時間帯、混雑が激しい静岡地区でどうなのかなというふうに個人的にはちょっと疑問があります。こんなんで本当に大丈夫なんですかね。やっぱり静岡地区って、ね、何度も言いますけど、まあ、混雑がね、本当にひどい時は首都圏並みになりますんで、そんな中でこの転換クロスシートを外して、まあ、やっていけるのかというところで個人的にすごく心配です。なんかね、215系ってあったじゃないですか、湘南ライナーとかで使ってたやつ、あれもね、快速アクティとかにぶち込んだ結果、その2ドアしか片側ないからね。でしかも2階建てでお客さんの乗り降りに時間がかかって遅延が発生したっていうことが結構ありましたんで、この313系の8000番台もそれと同じようになることは多分ないと思いますけど、まあでもね、多少なんかそれと似たような結果を招いてしまうような気がしてなりません。列車は東静岡の駅に到着です。この辺りからかなり車内が混み始めてきました。興津、それから清水出た段階ではそんな混んでなかったんですけど、まあ草薙から高校生がドバッと乗ってきて、それからこの東静岡でもね、なんか小学生とか中学生ぐらいの子たちがかなり乗ってきまして、車内はかなり賑やかになりました。次の停車駅が静岡です。僕は今回ここで降ります。本当はね、浜松の方まで行ってもよかったんですけど、まあ今回は静岡に用がありましたんで、じゃあついでにこれ乗っちゃおうということで動画を回しているわけです。いやー、本当にこの静岡に313系のこのね、転換クロスの車両が走ってるよと、もう感動的ですよね。今ね、中央3線だけで運用されている315系も今後は多分ね、この静岡地区にやってくることになってると思うんですよ。確かね、東海道線、それから中央3線、関西線にこの315系が導入されるという話ですので、おそらくこの静岡地区にもそう遠くないうちに315系オールロングシートと新型車両が導入されるものと思われます。そうするとこの313系8000番台はまたこの静岡地区を追われることになるわけですが、今度は多分身延線、飯田線、まあ、それかあとは御殿場線、そのあたりに行くことになるんだろうなと思います。まあ、だからね、もしかしたらこの8000番台が静岡地区のこの静岡とか浜松とかこういった駅に出入りする様子も、もしかしたらそう遠くないうちにね、見られなくなってしまうかもしれませんので、皆さんもぜひ、まあ、今のうちにね、運用などをお調べの上、この313系8000番台が静岡で活躍している様子を見に来てみてはいかがでしょうか。まあちょっと朝ラッシュ、それから夕方のラッシュ時間帯にこれに当たると、まあちょっと外れ感がすごいですけどね、今まで座れていた人も座れなくなってしまいますんで、そのあたりはちょっとどうなのかなと思いますが、まあしかしね、この静岡地区に派手派手でピカピカ、ピカピカじゃないですけど、まあ派手派手な名古屋県のお風呂がやってきたということで、この静岡地区でもまた新しく車両のバリエーションが増えたわけですからね、これは単純に喜ばしいことだと思います。車内の様子見てみると、やはりドア周辺にかなりのお客さんがまとまっているように感じました。これではちょっとやっぱり良くないですよね。朝とか夕方のラッシュ時間帯にはあまり向いていない車両かもしれません。ということで今回は名古屋エリアから静岡エリアに新しくやってきた313系8000番台を皆さんにご紹介してまいりました。それでは今回の動画はここまで。ご視聴いただきましてありがとうございました。